どうもーイーミンです。今日はじゃん、食べる牧場ミルク、これ知ってますか？ファミリーマートさん限定かなのアイスなんですけど、まあね、前からあるんですよこれ。実は食べる牧場ミルクってなんだけど、ちょっとパッケージとかもリニューアルして新発売したのでちょっと買ってみました。でね、ちょっとなんていうの、このゆるキャラみたいな子がいるんですけど、前はいなかったの。よりゆるくなって戻ってきました。ゆるさがいいね。生乳を 50% 使用してます。分類はアイスミルク、1個156キロカロリーです。で、会社は赤城乳業さんですね。ちょっとなんかならではなキャラクターっちゃキャラクターだよね。で、早速開けていきたいと思います。はい、開けるとね、ソフトクリームっぽい見た目になってます。上はね、早速ちょっとこれ見た目的にはあまり説明することがないので一口食べていくんですが、美しい白色ですね。全部同じアイスなので、まあ途中で味チェンしたい人はいいかもしれないですけど、牛乳本来の甘みが好きな人はこのままずっと食べちゃってください。いただきます。うん、本当にね、牛乳の優しい甘さ、そのもののミルクアイスです。でね、なんだろう、特濃牛乳とかの味に近い。だから甘みも砂糖の甘みってよりも、本当ミルクの甘みがすごい懐かしいというか優しいです。本当、うーん、美味しい。たまにこういうなんかミルクの美味しさ確かめたくなる、そんな時にすごくいいアイス。うん、これね、なんだろう、特別なものは何も入ってないっていうか、牛乳だけで作られたすごい美味しいアイスなんですけど、すごい疲れた自分を癒してくれる美味しさがあります。だからね、ああ今日仕事疲れたなとか、今日学校疲れたなとか、そういう日の夜にそっと食べるとなんかちょっとすごい癒されちゃう。癒しのアイスだこれは。美味しい、久しぶりに食べるとマジで。ね、バニラアイスとは全然違うんですよ。バニラじゃなくてミルク。バニラアイスって卵入ってるから、これは牛乳で作られてます。その違いがね、全然これでも買ってぐらい違いを味わうと見せつけられるって感じです。美味しい、本当に。なんかね、優しい味だから飽きないで全部食べれちゃいます。皆さんもぜひこれは一度は食べてみてください。疲れた日にはとってもおすすめのアイスです。今日は食べる牧場ミルク、赤城乳業さんのアイスですね、ご紹介しました。お近くのファミリーマートで探してみてください。それではまたね、バイバイ。